はい、えー、今回はですね、人を引きつける話し方というお話をしようかと思います。えー、前回の吉谷さんの動画でですね、えーと、感情と客観の話し方っていうね、形でとってもいい例がありました。実はこれ心理学的にも、この順番で言うと、人はあ考え方を改めてね、そして、好、え、感、ー、を持つっていうふうなデータがあるんですよ、えー。具体的にどういうことを吉谷さんが話されてたかというと、待ち合わせに遅れたことを感情的にまずね、怒るわけですよ。冗談じゃねえぞみたいな感じでね、怒って感情をあらわにした後、 でもな約束を破られるってことは自分がそういう人間に見られてるってことなんだよなよし自分の考え改めようみたいな風にするとその話を聞いた人が好感を持つんですよこの人は素晴らしい考え方を持ってるなっていうふうになるんですよねでも逆にですねあの待ち合わせに遅れたことをこうなんかね人が怒ってる時にいやいや待てよと君がねそういうふうに待ち合わせを遅れされてもしょうがないような人間だからそういうふうになってるんじゃないの安く見られてんだよって言ったら好感を持たないんですよね だからまずは感情に共感してあげることが大事なんですよ感感情に共感してあげてその後で、えーまあこうで、ね、客観的なあことそして次につながることどういうふうに考えていけば自分が進化成長できるかってことのヒントを与えていくとあまずはね共感から始まってるんで共感をしたところの人が話すと「あなるほどなそういうふうに考えていけばいいのか」っていうふうに 動いていてくんですよね感情が高ぶってる時に客観的なこととか冷静なこと言われるとまたさらに腹が立つんですよ。お前いい子分じゃねえよみたいな感じになってきますんでね。だからこう感情にはねまずは共感してあげることが大事だと思います。あの喜んでる人にはまずよかったねよかったねって共感してあげること。悲しんでる人には分かるよとつらいよねって共感してあげること。そして怒ってる人には一緒に怒ってあげて本当だよね、本当冗談じゃないよねみたいな感じで共感してあげること。それが入り口になるのがよろしいかと思うんですよね。まあ、そういう意味で言ったら前回の吉谷さんの動画は大正解だと思うんですよ。まずはあ 共感して待ち合わせに遅れたことをやっぱりね、えー、人の時間を奪う行為だから良くないよねってことで見てる人もうんなるほどなるほどになるわけですよでも普通の人はそこで終わるんですよ普通の人は待ち合わせに遅れたやつを怒ってそれ一応排除しようぜみたいな感じで、まあ、終わってしまうんですけどももう一歩進もうと思ったら待てよとこういう風な人ですら自分のご縁としてね抱えていけるんじゃないかなとこういう人は多分 待ち合わせにあらゆるところで遅れてるみたいだから人間関係がうまくできないんじゃないかなってことで慈悲の心を傾けていくんですよねこの辺はですね SNS で友達承認したらいきなりセールスのメッセージが来る方と同じような心理なんですよそういう風なでたらめなセールスをしてる人っていうのは基本的に嫌われてバカにされてるんで人間関係作るのがもっともっとね難しくなるんですよでそういうところに自分だけは耳を傾けてあげるっていう風なねセールスの、ね、メッセージありがとうございました動画のリンクを送られてきたけどもこれはまとめるとどういう内容なんでしょうかとかねリンクをクリック すする前にあなたたの意見を聞きたいんですって興味を持ったら私クリックして見たいしお話がしたいんですって返信をするとやっぱりねメッセージを乱発した方もあれこの人の反応すごく丁寧だな優しいなあーなんかいきなりメッセージを送っと悪かったかなって感じでつながっていけるってことですよねだから一方でも二方でもつながっていくときそしてえいつかね自分の商品とかを成立するときのためにすごく入り口が大事なんですよどういうふうに柔らかく受け止めてあげるかってことが感じになってきますよねでまあ一方方ですね感情をあににしている方には やっぱりこの感情に共感してあげるというキーワードですよね共感というキーワーワドが非常に大事になってきますので共感とそこから脱出した理屈とそれから発展という形ですかねこれまだ即果塾の中でも体系化できてはいないんですけどもあらゆるねあの論文とか仮説の中ですごく私が興味を引くのはまず共感してあげることによってその相手の方のね感情をそのままコントロールできている。 っていうそのデータがあるんですよ。またあのまとまったらお話しいたします。えー、今回はね感情と客観という非常に、えー、いい、えー、動画をいただきましたありがとうございました。それでは次の動画で会いましょう。